東奈良遺跡。東奈良遺跡は、大阪府茨木市の南部、南茨木駅から東側一帯にある、弥生時代の大規模環濠集落や古墳時代、中世の遺構を含む複合遺跡。1973年、大阪万博とともに新設された、南茨木駅周囲一帯の大規模団地建設の際に発見された。南茨木駅の東300メートルに出土品を所蔵、展示した市立文化財資料館がある。銅鐸鋳型出土記念碑。東奈良遺跡には二重の環濠の内部に高床式倉庫など大型建物や多数の住居があり、外部には広大な墓域もあった。発見された工房跡から銅鐸の鋳型が35点も出土しており、他にも銅貨、勾玉などの鋳型が発掘されている。ここの鋳型で生産された銅鐸が近畿一円から四国でも発見されている。この集落が奈良県の唐子、鍵遺跡と並ぶ当時日本最大級の銅鐸や銅製品の工房遺跡であり、弥生時代の日本の数多くの国の中でも各地に銅鐸を配布することができるほど政治的に重要な位置を占めていたことが伺える。また、高さが 14.2 センチメートルの小さな銅鐸が見つかっている。銅鐸の起源は解明されていないが、この銅鐸がその謎を解く鍵となる可能性もあるという。この付近は、沢良毛と呼ばれ、主な神社に、助わ木神社があり、家具土の神が祀られている。家具は、銅の古語であり、沢良木も、沢良木となることから、この一帯が銅製品の加工と関係が深かったことが伺い知れる。2013年10月1日から12月27日に行われた発掘調査では、弥生、古墳時代の溝などのほか、牛の足跡などが残る、中世の水田跡も見つかった。ありがとうございます。